この時間はショーン・テイショーノさんによります朝一番風水寄せでお楽しみいただきます今日はどんなお話が聞けるんでしょうかお楽しみにおはようございますロサンゼルスの風水師ショーン・テイショーノでございます今日は9月19日皆さん、今日が何の日かご存知でしょうかそうなんです今日は私の愛犬 シューシューの14回目の誕生日なんでございます。おめでとうあ、ありがとうございます。猿シ生まれの犬なんで、時に自分の中で犬猿の中がバレるのか、いきなり一人で吠えまくったりしております。カンザスの生まれなんですが、寒さに弱いんですね。一番好きな場所は、私のお腹で、気がつくと脇でぬくぬくしております。 最近は年食って走るのも遅くなりました。体に気をつけて犬年の災いなんか、敬遠パワーで蹴散らしてね、と思ってるわけなんでございますが。ねえ、あなた、この回覧板お隣へ回してきてくれない嫌だよ。どうしてだってあそこの家犬がいるだろうよ。あの犬、サルドシュ生まれだってよ。 ワンワン吠えて噛みつかれたら大変だよ。何言ってんだよ、男のくせに。大丈夫だよ、あそこの犬は噛まないから。どうしてことわざにあるでしょうよ。吠える犬は噛まないって。そんなことわざあの犬が知ってるかどうかわからないじゃねえか。大丈夫だよ、あんた陸上部なんだから。いざとなったら走って逃げりゃいいじゃないの。数分後。 案の定旦那が路地裏をぐるぐる回って追いかけられております。収集がもうすぐ追いつきそうです。それを見ていた通行人危ない。もう追いつかれるよ。大丈夫なんです。今収集が一周遅れなんです。皆さん犬年に注意が必要なのは、丑年、羊年辰年生まれの方です。 四柱推命のお問い合わせは、ガーデナのドラゴンゴッドまでお願いいたします。電話番号三一ゼロ七八七一八九一。サイレナパナ一泊いでございます。または、ドラゴンゴッド usa。com からお問い合わせください。では、また来週。ありがとうございました。朝一番、風水寄せのお時間でした。ドラゴンゴッドへのお問い合わせは、ドラゴンゴッド usa。com。 来週のこの時間もお楽しみに。